皆さんこんにちは、未来です。今回は春のかっこいい系メイク、かわいい系メイク2つしてみました。メインで使用したのはこちら、ブローラッシュ EX ウォーターストロングダブルアイライナーでございます。こちらはリキッドアイライナーとアイカラーが一つになった 2A タイプのアイライナーになっております。パッケージも手書き風のロゴになっていて、すごいなんか今年っぽくておしゃれだなと思います。こちらのアイライナーは24時間耐久できて、何よりもね、私はこのね腰がすごい好きなんですよ。いい感じ、本当にいい感じで、こちらのアイカラーはブラウンの感じで、すごいしっとりした粉質なので、すごいよれにくい感じになっております。ブラウンはちょっと赤みのある感じのブラウンになっております。ブラウンの方のアイカラーはベージュ色なんですけれども、ちょっと見えにくいんですけど、本当にね肌なじみのいいカラーになって、パッと明るくしてくれます。では早速かっこいい系メイク始めていきたいと思います。かっこいい系メイクではこちらのブラックを使用していきます。ベースメイクは完了です。まず最初にアイカラーをまぶた全体に塗っていきます。広げたら次は指でなじませていきます。下まぶたにも広げていきます。目頭までしっかり広げていきます。次にこちらのマットなブラウンを締め色として使用していきます。目尻側をくの字に描くようにブラシでぼかしていきます。次にアイライナーを使用していきます。今回は跳ね上げラインなので角度を最初に決めていきます。その後に三角を描くように目の中心に向かって線を引いていきます。今回は目尻側を太く、目頭側を細くという感じで意識して引いていきます。そしてさっきのマットなブラウンに戻って、アイラインのこの際ですね、際をぼかしていきます。私は彫りを深く見せたいので、この目のくぼみにも少し入れています。でその後にブレンディングブラシでアイシャドウをしっかりとぼかしていきます。次にブラウンの方のアイカラーを使って、目頭のところに明るくハイライトの代わりとして使っていきます。今回私はまつエクをしているので、下まぶたのまつげだけマスカラをしていきます。今回は軽くしていきます。チークはコーラルカラーを使用して斜め上にシャープになるようにのせていきます。次はアイブロウペンシルを使用していきます。今回はしっかりとした眉に仕上げたいので、形を縁取った後に中をしっかりとペンシルで埋めていきます。眉尻はアイブロウペンシルではなくリキッドタイプを使用して長めに引いていきます。眉マスカラはちょっと暗めのタイプを使用しています。リップカラーはちょっとブラウン系の赤みの強いタイプを使用して、メイクが完成です。続きましてこちらのキューティー系のメイクを始めていきます。使用するのはこちらのブラウンのアイカラーをまず最初に使用していきます。ベージュカラーを使用してまぶたを明るくすることによってデカめ効果もあるので、アイホール全体のせた後指でしっかりと伸ばしていきます。下まぶたも忘れずに全体に広げていきます。次にブラウンのリキッドアイライナーを使用していきます。クール系メイクとは反対で、目の中心を太く、目尻を細く描いていきます。かっこいい系メイクで使用したブラックのアイライナーが入っているアイカラーで、こちらのアイライナーをぼかしていきます。次にチークなんですけれども、今回はクリームチークを使用して楕円状に横長に描くようにします。その後にパウダーブラッシュでセットしていきます。下まつげのマスカラは今回は
たっぷりたっぷりたっぷり塗っていきます。今回アイブロウはパウダーで全部仕上げていきます。ふんわりとなるように仕上げていきます。ちょっと明るめの眉マスカラを使用して眉の全体的に明るくします。こちらのリップ&チークを使用して唇にのせていきます。今回はナチュラルになるようにポンポンポンとのせていきます。先ほども眉マスカラが乾いたらピンクのパウダーのチークでちょっと赤みをのせていきます。ふんわりできたら完成です。皆さんはどちらのメイクが好きですか？ぜひ教えてください。次回の動画で会いましょう。バイバイ。